イドル日本をご覧の皆様、こんにちは、宮花桃です。今私は DVD の撮影で沖縄に来ています。今回の DVD では、いつものアイドルでの私を知っている方のイメージの通り可愛いシーンだったり、でもちょっと大人っぽい、なんだろう、ちょっとセクシーな表情もあったり、たくさん見どころがあります。なのでぜひ皆様に楽しんでいただけたらと思います。それでは以上、宮花桃でした。撮影中一番楽しかったことは、私沖縄に来るのがそもそも高校の時の修学旅行ぶりだったので、もう海に行けたことが本当に嬉しくって、沖縄の海が綺麗で、それで思いっきりはしゃげて本当に楽しかったです。海行けてよかった。一番大変だったことは、体を綺麗に見せるポージングがあるんですけど、こうめちゃくちゃこうひねったり、なんだろう、いろいろなんか動くんですけど、私体が硬くて足がつったり、あとこうグーってなりながら顔に出さないようにするのがすごい大変でした。でも楽しかったですグラビアのお仕事で気をつけていることは、今回の DVD もなんですけど、撮影まで毎日夜とかに筋トレしたりとか、あとお風呂上がりに入念にマッサージして、私は少しでもこうバストをアップできるように必死にこうやってました。本当に毎日毎朝やって、こうベストコンディションで挑めるようにいつも心がけています。家に帰ったらまず手洗いうがいをして、その後はもうベッドにダイブして携帯いじってますぐったら過ごしてます。いや、オフの日、オフの日そんなに大したことはしてないんですけど、基本お家からあまり出ないですねもうメイクもしたくなくて、おしゃれもしたくないから、基本的にもう携帯いじって SNS の投稿の準備をしたりとか、YouTube 見たりとかインドアですね、普段よくしてしまう癖と、私口癖なんですけど、最近気づいたんですけど、何かするたびによいしょって言っちゃうんですよっていうのも、今回の DVD の撮影で私よいしょって言葉を何十回も言って、スタッフさんとかに突っ込まれて、あ、口癖なんだって気づきました好きな楽器は何ですか？私小学校の1年生の時からピアノを習ってるんですけど、ピアノは唯一得意と言っていいのかな、でもなんかピアノの弾き語りをすることがすごい大好きです。グループの活動で一番思い出に残ったことは、やっぱりデビューライブです。やっぱり一番みんながキラキラして頑張るぞって気持ちがすごいみんな同じだった気がして、今でもよく思い返すんですけど、初心忘れずこれからも頑張りたいなって思えるライブです。今後挑戦してみたい仕事は、本当にいっぱいやりすぎて、言い切れないんですけど、でも私自分で何かをプロデュースすることがすごい好きなので、なんだろうな、なんか例えばグラビアだったら自分でなんか作品をプロデュースしたりとかしたいなとかも思ったりとか、あとなんだろう、すごい下着とかのブランドをなんか立ち上げたいなとかも思っちゃってます。あ、行っちゃったはいはい、ファンの皆さん、いつも応援ありがとうございます。今回の DVD では新しいモモの一面だったり、新しいモモの魅力をもっともっと知ってもらえたらいいなと思います。
どん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 、なんだろうな、ももへの気持ちがもっともっと溢れてくれたらいいなって思います。それではぜひ楽しんでみてください。いつもありがとう。バイバイ。